よ。友よ、アズラの知恵とともに我が使命は首長に仕えること。これ恐れの者と話を。恐れ幻惑か。編成か。使ってないか。恐れ。なんなどない。恐怖のことかな。油断せず見張っていなくちゃ。嫌なドラゴンたちがいつ迷う。大学の壁にはお。ウィンターホールドの栄光の日々は過ぎたかもしれませんが、大学は続きます。ちょっと待ってよ。大学はテストに合格すれば入れるわ。結構。どうぞ。能力を見せてくれるのでしたね。違いますか？何があっても大学は持ちこたえない。何をやんやったっけここにやってんのか。あれ違う。なんかどっかにその恐れを使えみたいな話をしてたんだけど、どこの話ですかあ、マップで見よっか。恐れの呪文かける。あ、この人にかけたいの。ほんまに？大学の壁には多くの知識が蓄えられています。ウィンターホールドの栄光の日々は過ぎたかもしれませんが、大学は続きます。聞きそうにないって言って。誰がミラベルを継ぐことになるのか見るのが待ちきれない。ちょっと待ってくれ恐れ、俺覚えてなかった。恐怖と恐れは違うのか。昇進があるのなら当然それに値する魔術師のところに来ると。素晴らしいですね。いけた。大学の素晴らしい新メンバーになると思います。ようこそ見習いさん。こちらへ橋を渡っていきましょう。中に入ったらマスターウィザードのミラベル・アービンと話した方がいいでしょう。どうぞこちらへ。ここやったんかいやー、ちゃんと話聞いてなかったっていうのもあるけどね。そう、俺ここにずっとやってたんよなら素晴らしいマスターウィザードになれると思いませんか。いつかアークメイジになれるかも。どうだろうね。どこに行けばいいんだったかな。ミラベル・アービンと話をしてください。彼女の部屋は平成の間にありますが、そこらを歩いていることが多いです。そこら、ミラベル・アービンとは誰だ。ここのマスターウィザードですよ。アークメイジのアレンが責任者ですが、実際に運営しているのはミラベルです。覚えておいた方がいいでしょう。じゃあ記憶の片隅に入れておきます。破壊呪文について他に教えてもらえることはあるか。もちろんです。破壊呪文には様々な種類があり、また使い方もいろいろです。集中呪文はすぐに放てますが効果は弱いです。狭い範囲に適していて外してもリスクは小さいです。一つの種類の呪文に専念するかどうかも決めなくてはなりません。
お能系呪文だけに的を絞れば呪文はずっと強力になりますが、炎に耐性のある敵に対して不利になってしまいます。なるほどね。ミラベルが待っているわ。まあ呪文プレイをしているわけじゃないんで。何かお入り用ですか、ハンサムさん。いやいや、案内してくれてんちゃうんすか。来なくなった。まあ俺はそんなにね、呪文を使ってプレイするっていうことは今やってないんであれだけど、呪文だけで行くってなるとやっぱ大変なんだろうな。いや、宇治の仕事が我らをかろうじてスカイリムと結びつけている。我々は土地のノルド人にあまり気に入られてないようだが、魔法の武器や鎧が手に入ることは気に障らないようだ。ま、自分らの利益にしか目がいかないってことかな。富士の訓練をしてくれないか。富士を頼みたい。手を貸せる大学関連仕事は何かあるか。仕事あるか。もちろんだ。依頼人がもう一人いてな、富士を行ってほしいそうだ。差し支えなければ取りに行ってくれないか。取りに行くだけか。分かった、やってみよう。よし、急いでくれ。金を稼ぐのは大学にとっても良いことだ。依頼人の名前と居場所はこれを見ろ。レイブンロックにいる。また今度。はい。レイブンロック、かなり南の方だよな確か。羽ジャーナル、これはあれか。レイブンロックどれかが分かんないってまあそのうち分かるやろ。平常の間、あ、私生活っていうことか。ここが皆さんのトレビス・ネローレン。姿が見えているのか。見えてますよ、もちろん。あ、いや全く見えていない。でも聞こえてるんだろう。うまくいかない部分もあるようだ。少なくとも進歩しているな。手を貸せる大学関連の仕事は何かあるか。お前のそのいわゆる技術を役立てられるかもしれない。大学の周辺には魔法エネルギーの収束点が数多くあり、そこが汚染され始めている。浄化が必要だ。ほう、いいだろう、協力しよう。逆やなこれ選択肢よろしい。この特別な魔法の手袋を使うとエネルギーの収束点が見え、直接それらを調べられるようになる。それぞれの収束点に向かい、発見した不純物を取り除いてほしい。終わったら手袋を返しに来てくれ。だが十分に注意してほしい。この作業では予期せぬことが起きる可能性がある。何をすればいい。この手袋を使って収束点を浄化してほしい。終わったら戻ってきてくれ。はっきり説明したはずだろう。そうだね。じゃあな。秘術の収束点、皆さん寝ていらっしゃるというか、甘いもん好き、酒好き、フェニスゲストール。召喚のことで手助けが必要なら言ってくれ。もし召喚を行うなら大学の敷地内だけにしてほしい。精霊が町をうろつき、
人々をさらに動揺させることは避けたいからな。大学外でのアンデッドの召喚はさらに控えてもらいたい。まあ分かってますよ、それくらい。大学の外に多くの召喚師がいるのですか。なんでここは丁寧な言葉や。いや、共同体の中にはいない。召喚師として開業しているものは独自に秘密裏でやっている。知るところでは自分の職業を公表しているのはファリオンだけだ。かつては我が師であったが、何年も前に大学を去っていった。なるほど、あのファリオンか。ファリオンが大学を去った理由は、アークメイジを嫌っていた。相手にしたり従ったりするのが嫌だったのだろう。大学に向かおうとしている姿に剣を覚えるとファリオンは言っていた。だからいなくなった。アレンが机の上に残されたメモを見つけたんだ。ハイアルマーチに落ち着いたと聞いているが、そこで何やら問題を起こしているらしい。アンデッドの召喚は意味嫌われるものなのか。ショールにかけて言うが、そんなことはない。そうした古風な政策は魔術師ギルドと共に廃れたし、ここでは実施されなかった。その他の類の魔法と同様、資料術は活用すべきだ。もちろん魔術師でなければ見方が違うかもしれないため、見せびらかして回ったりはしない。そうだよな、使い方次第なんだよな、こういうのはね。みんな見た目で言うからね。うん。ああ、死体が生き返ってうろついてる、やだやだみたいな。これ酒か。君たちは酒も飲むんだね。そうか、魔術師やから聖職者じゃないんか。まあ聖職者でも酒は飲むけど。女性の声がしたぞ。まあいいか。他には、そのなんたらっていう人に会わなきゃいけないんだよね。お、かなりはっきりさせておいたつもりなのですが。当然です。私はご判断のご意義を理解しようとしていただけです。何かにつけお辞儀する帝国の作法に慣れているようですが、ここのサルモールはそういう態度を基本受け付けないと思いますよ。あなたはアークメイジの意向で招かれたこの大学の賓客です。意味はお分かりいただけますね。もちろんですとも。アークメイジ様に感謝を。ちょっと待て。新しい見習いか。サルモールね。君は世界を変えようと考えてここにやってきた類か。違うね。それとも己の利益だけのために来たのか。立ち寄っただけだ。心配せずとも、私はお前たち全員を注意深く見守っている。やめてくれ。ミラベルと何を話していたんだ。私はお前の上官とこの大学における私の権限について話し合っていたんだ。まだ俺入学してねえんだよ。自分のことを話しているように聞こえた。まあだからお前はここの見習いでしかないのだろう。何か問題でも。お前が気にすることではない。私はここで起こることについて十分観察できるだろう。なぜここにいる。私はアークメイジの顧問である。サルモール政府は機構との関係を促進していきたいと願っている。アークメイジが助言を必要とするときはいつでも手伝うことになっている。サルモールについてもっと知りたい。自治領と帝国の関係が安定した以上、私たちはスカイリムを援助しようと思っている。この変革の時に人々を導き、より良い未来へと進む手助けをしようとしているのだ。援助というか利用なのかもしれないね。アークメイジは助言を求めてくるのか。もっと尋ねてくれるといいのだがな。時間が経てばもう少し信頼もしてくれるだろう。まあ昔ね、攻めに来たっていうのもあるので信頼されてないね。
それはしゃあない。大学へようこそ。ようこそ。あなたに会うように言われた。また入学志願者ですか。最近は多くて驚くばかりですよ。ではまずこれを渡しておきます。着用義務はありませんが、袖を通してみれば今の格好よりもしっくりくるかもしれませんよ。学内を一回り見学してもらってから最初の授業に案内します。さあ行きましょうか。はい、見学ならありがたい。それは何よりです。ではついてきてください。はぐれないように。はい。ウィンターホールド大学は数千年にわたりスカイリムと分かちがたい関係にあります。ひときわ目立つのが元素の間です。講義や実習、集会などは主にここで行っています。広間の上はアルケイナエウムで、その上にアークメイジ居住区があります。厳密には当大学の総責任者はアークメイジですが、住職ゆえに雑事に手が回らないことも多いので、そこで日常業務は私が処理しています。さて一緒にいらしていただけますか。宿舎をご案内しましょう。ありがとうございます。残念ながら地元のノルドと問題が起きたため、入場手続きは以前より厳しくしています。実際に暴力沙汰が起きるとは思っていませんが、予防策を講じても害にはならないでしょう。まあ俺もノルドなんですけどね。やっぱあれか、こうこのスカイリムの世界で俺はなんていうのかな、人種差別みたいなものがないのかなと思ってたんですけど、やっぱりしっかりとそういうのは描かれてるんですね。まあ同じノルドだけど、あ、ノルドじゃないのかこの人は。新入生の学者はここ達成の間です。中では静粛にお願いしますね。はい。学生が勉強中だったり、最新の注意を要する実験を行ったりしている時がありますから。はいはい。で俺みたいなやつが入ると爆発するっていうことか。ハイエルフとかかな、やっぱりエルフ系の方がこう何ですか、術師としての素養がある、素質があるみたいなことも、キャラメイクのとこに書いてあったかな、確か。うっすらとすけど、記憶は。では宿舎に案内しましょう。施設は他の見習いと共有になります。はい。彼らとは後で会えますよ。この部屋で寝起きしてもらいます。こちらのベッドと机はあなた専用です。はい。共同生活する仲間への配慮を忘れないでくださいね。はい。さて元素の前戻りましょう。大抵の学生は講義や勉強会でそこにいますから。はい。興味の強があるな。最初はトルフリルが指導教官になります。ここでは大いに尊敬を受けているウィザードです。敷地内の見学が一通り終わった後でお話しいたしましょう。話せるのか。はい、わかりました。トルフリルはちょうど見習い新入生の出席を取っているようです。中に入ってください。以後困ったことがあったら上級会員の誰かに相談するように。はい、忙しいですからね。やむを得、何か問題が起きたら私に知らせてください。物事が円滑に運ぶよう計らうのが職務ですので。何をやらせようというんだ。何も求めません。この大学はあくまで魔法を自由闊達に研究実践する場ですから。ただできることなら研究で発見した知識を最初に大学の会員と分かち合ってください。ここではそうやってお互いに助け合っているのです。
新しい呪文はどこで学べるんだ。それは学びたい呪文次第です。ファラルダは破壊呪文の教官で、その方面の訓練を担当しています。フィニスはスカイリム切手のコンジュラーで、その種の呪文を手ほどきしてくれます。トルフディルに騙されてはいけませんよ。あれでいて編成学のズバ抜けた研究者なんです。タムリエルでも一二を争う権威ですが、いつでも心よく質問に答えてくれます。居場所を見つけて向こうに気づいてもらえたらの話ですが、ドレビスは幻惑魔法について実に多くのことを教えてくれるかと。あともう一人、コレットという女性がいます。この人は少々協調性に欠ける部分もありますが、回復魔法にかけては大変博識です。ありがとう。